なぜ信号に顔を出させないのか中南海の混乱情勢新報告中国共産党はファー・ルンゴン弾圧を最優先課題としている再新婚立国境の仮葬後中国共産党の党首が別人に変わったようだ「各位观众大家好今は12月12日星期二」 中国共産党中共の秦剛前外相の死亡した噂が飛び交っていますが専門家は噂の真偽を見分けるのは難しいと見ています中共は混乱状態に陥っており様々な問題を解決できていません時事評論家の林保華氏は最近中共は政治軍事経済などにおいて混乱状態にあり制御不能になっているようだと寄稿しました また中京党首の表向きの権力が大きくなるほど情勢は混乱するとしなぜなら彼がコントロールできる能力をはるかに超えるからだと言います記事では最近信号前外相が亡くなった噂が流れていることに対し中京にとって信号を表に出し噂を払拭するのは非常に簡単なことだと指摘し続けてこう分析しました 信号は未だに判決が出ていない。なぜ顔を出させないのか。彼はまだどこにいるのか。彼を秘密裏に裁判にかけたとしても、彼が法廷にいる写真を公開すればいい。顔を見せられないということは、彼はもう生きていないということだ。 シン・慎吾前外相が罷免された過程も異常で7月25日に外相を解任されてから3ヶ月後の10月24日には国務委員の役職を解任されましたその間彼は全く顔を見せていません同時に李正福前国防相も10月24日に国防相と国務委員を一度に解任されましたあれから1ヶ月半が経ちましたが後任は謎のままです なぜ外相はすぐに任命できるのに国防省はすぐに任命できないのかという疑問の声も上がっています10月31日に中共軍事科学学会主催の安全保障関連国際会議鉱山フォーラムが開かれました19カ国の国防省と14カ国の軍トップが出席しました 中共は軍事委員会の副主席2人を交代で登場させそのうちの一人である張友強は後日モスクワに出向いて密議をしましたなぜ彼を国防省にしないのか少なくとも数ヶ月代理にしてもいいはずです記事によれば習近平が国防省を空席にしたのはアメリカに話し相手を意図的に作らせないためだといいます 中共は台湾海峡や南シナ海で挑発を続けているとの外部からの非難に応じるのが難しいため聞こえないふりをして外交と経済に集中しているとのことです経済面では中共は多くの重要なデータを覆い隠して公開しておらずそれを詮索しようとするものはスパイとされますそのため多くの外資系コンサルタントや顧問会社が中国から撤退していると記事は伝えています 消費者の力労働力や土地のコスト中共の規則や政策などを理解していません例えば銀行が倒産企業を救済する義務にどれほど多くの危機が含まれているかわからないのに外資は中国に随意に投資するだろうかと疑問を呈しました記事は最後にこのような混乱と難題を前にしてまだ解決策はないとし 台湾解放は中共党首にとってまだ夢であり、党序列4位の王コネと中国で台湾政策を担う国務院台湾事務弁公室の言うことを聞いて台湾の選挙にできる限り介入するしかないとしました。まぐれ当たりしない限り彼らが台湾で輝かしい業績を上げるのは夢のまた夢です。次のニュースです。 ファールンダーファー情報センターは先日2017年以降の少なくとも中国12省からの業務報告演説指示から中共がファールンゴン弾圧を中央指導部と地方当局の最優先事項としていることを示す調査結果を発表しました 人権派弁護士の呉小兵氏は中共がファールンゴンを迫害するのは中共が善良を敵とし人類を敵としているからだと大紀元に語りました20以上の文献を引用し中共のファールンゴン撲滅の暴力運動は党内では政権が国民をコントロールし政治権力を維持しイデオロギーの覇権を維持するための革新的な要素と見なされていると指摘しました 2020年8月当時の中共公安部長大臣兼国務委員張国氏は中共の名義だけで実権のない全国人民代表大会全人代常務委員会の会議で2019年の活動状況を紹介しました張国氏によると公安体制は法律という武器と手段をフル活用し 反転覆、反分裂、反浸透の戦いを徹底的に展開し、法に従って国を統治する、ファールンゴンとその他の禁止されている宗教活動を厳しく取り締まり、国の政治安全を断固として守ることに努めてきたそうです。 さらにファールンゴン弾圧などの宗教団体を取り締まる措置を強調しその後に反腐敗やテロ対策などの安全対策について言及しましたこれは近年高官が党の上層部会議で発表したいくつかの公開報告書の一つですこれらの報告書は直接北京のファールンゴン弾圧の状況を取り上げました 2017年1月中京全国高等裁判所裁判長が出席したシンポジウムで闘争の進化を呼びかけました取締り対象の宗教団体に対して闘争の進化を実施しさらにファールンゴンなど団体への処罰を強化するとしました彼らが政治安全に影響を与える顕著な要因になることを防ぐためだと言います 2020年5月中京最高検察庁の長軍検察総長は全人代に提出した2019年の活動報告でファールンゴンやその他の取締り対象の宗教団体は断固として処罰すると主張しました長軍はまた暴力事件や窃盗事件などの訴追を列挙する前に反ファールンゴンの取り組みに言及しました このようにファールンゴンと政権に対する脅威について明確に言及する優先順位は2021年以降に公安部が行った3回の記者会見を含め他の演説や報告でも見られましたミンフィネットの最新の統計によると過去24年間で5010人以上のファールンゴン学習者が迫害により亡くなりました そのうち遼寧省女子刑務所だけで63人も亡くなっています同時に2023年1月から10月までの間に中国で1103人のファー・ルンゴン学習者が不当な判決を受け1月から9月までの期間には166人が迫害により亡くなりました中共による迫害と情報封鎖のためこの数字は氷山の一角にすぎません 中共がファールンゴンに対する弾圧を非常に重要視する理由は何でしょうか中共はなぜファールンゴンを打撃弾圧することを最重要な目標とみなしているのでしょうかこの問題についてファールンダーファー情報センターの執行主任レヴィ・ブロード氏は大紀元に対して次のように述べています中共がファールンゴンを迫害するのは中共の本質 共産主義の本質がファールンゴンの「真・善・忍の修練原則と逆行しているからだ中共の公式メディアは迫害が始まった当初ファールンゴン学習者が大切にし追求する価値観である「真・善・忍が共産党のマルクス主義の理論と「疑瞞・暴力」「そして闘争」に対する制約とは全く相反していると認めている。 ファールンンゴ学習者が中共の実態を暴露し人々に中共から脱退するよう善意で進める努力は中共を非常に恐れさせている2005年以来ファールンゴン学習者は共産党についての9つの論評「旧票共産党」を広めることで中共が中国人民に対して行っているより広範な暴力行為を概説した 人々に中共の党青年団少年先鋒隊組織からの脱退つまり参拝を奨励している2005年に大紀元が旧票共産党と題する一連の社説を発表し中共の邪悪な本質を体系的に説明しましたこれにより中国の人々に党から脱退するブームを引き起こしました 現在までに4億2020年初頭に中共ウイルス c o v i d 1 9が勃発すると一部のファー・ルンゴン学習者は市民ジャーナリストとして活動し関連する情報を記録して広めるようにしていましたブロード氏はこう述べています これらの努力の有効性と影響力は、この政権がファールンゴンをより広範な脅威とみなし、安全保障機関によるより厳格な弾圧を促しているようである。アメリカ在住の中国出身の元人権弁護士であるゴ・シ兵氏は、大紀元に対して中共がファールンゴンを迫害する理由について次のように語りました。 それは非理性的な政権であり極めて恐ろしい政権であるからだそれは人類と敵対し良心と敵対しまさにサタンの代表であるブロード氏はアメリカや国際社会が中共に対して制裁を拡大すべきだと提案しています中共が行っている厳重な人権侵害これらの行為を阻止する行動 中共の幹部を制裁する行為などのためにファールンゴンも含めるべきである最後のニュースです独立時事評論家の蔡新婚氏が先日 X に立国境が上海で休止したことは一つの転換点であるとポストしました蔡氏はこう述べています 11月2日、立国境の遺体が北京で急いで火葬され、その後の1か月間、中共党首はまるで別人のようになり、国際舞台で頻繁に姿を現している11月中旬に中共党首はサンフランシスコに赴き、アジア太平洋経済協力会議、APEC 首脳会議に出席し、アメリカのバイデン大統領と会談して、中米関係を緩和しようとしました。 しかし今回の米中首脳会談はあまり効果を収めていません会談後両国は共同声明を発表せずバイデン氏は記者会見で再び習近平を独裁者と公言しましたこれは米中のイデオロギー的な対立が変わる可能性がないことを浮き彫りにしています立国協が休止してから1ヶ月後の11月27日習近平は中央政治局の会議を主催し 超高経済ベルトの質の高い発展をさらに推進するための若干の政策措置に関する意見を審議しました蔡新婚氏はこう指摘しています中共党首が自ら手配する重大な戦略的決定はしばしば実現せず最終的には棚上げになることがよくある 加えて中国経済には多くの危険が潜んでおり超高経済ベルトの進行を大声で叫んでも中国経済が衰退に向かうことを救済できないだろう中共党首はまた11月28日に上海を視察し改革開放のシグナルを外部に発信しましたしかし市場の反応は冷め株式市場は低迷し続け民間の議論も盛んではありません 政策シグナルに特に敏感なビジネス業界ですら平静を保っています12月7日中共党首は北京でフォンデアライエン欧州委員長ミシェル EU 大統領 EU の外相にあたるボレル外交安全保障上級代表らと会談しました しかし今回の EU ・中国首脳会談でも双方は依然として異なる意見を述べ貿易人権台湾など多くの問題で深刻な分裂が生じています12月8日中共党首は再び政治局の会議を主催し2024年の経済工作を分析し研究しました 会議では経済宣伝と世論誘導の強化国内需要の拡大対外開放の拡大対外貿易や外資の土台の強化が求められました一方でアメリカ格付け会社ムーディーズは中国経済に懸念を示し5日に中国の信用格付けの見通しを安定的からネガティブに変更しました蔡新孔氏はこう示しています 過去の1ヶ月以上、中共党首は国内で指令を出すだけでなく、国外でも方針を示した。しかし、避けることができない事実として、中国経済は深刻な挑戦に直面している。そして彼は、周囲を見回しても、立国教のような人、悪者に仕立て上げる存在、責任転嫁の対象はもう見当たらないだろう。 日頃より中国関連のニュースを視聴されている皆様に中国政権からの迫害に動じない芸術団の存在を紹介させてください皆さんはシェン0ン芸術団についてご存知ですか2010年1月27日から31日にかけてこの芸術団は香港で上演する予定でしたこの芸術団はとても人気で約1週間でチケットは完売しました しかし、香港の入国審査局によって、沈炎ンンの制作主要メンバー入国が拒否され、公演中止を余儀なくされました。一つ大事なことなのでお伝えしておきますが、沈炎芸術団は中国共産党政権とは全く関係ありません。 失われた真の中国伝統文化の復興を自らの使命として背負うこの芸術団はニューヨークに拠点を置き年間800公演を200都市で行っています中国の古典舞踊を現代に届ける千円芸術団がこの冬日本にやってきます今アメリカやヨーロッパをはじめ世界でセンセーショナルを巻き起こしている必見の公演です 表現の自由のない中国を飛び出し自由の国アメリカから芸術の力で真の中国の伝統を呼び戻そうとしている人々ですですから政権のイメージ戦略に使われる舞踊劇のようなものとは全く別物ですこれを聞いてホッとされた方も多いのではないでしょうか むしろ中国政権はこれまで何度もこの繊維公演の妨害を繰り返してきました一方で繊維はこれまで共産党政権が中国の伝統を破壊してきた事実を演目の中に取り入れ臆することなく表現していますなぜ当チャンネルでこの芸術団についてご紹介したのかお分かりいただけたのではないでしょうか なんといっても日本は中国の古き良き文化に親しんできた国ですから日本の方々には特におすすめできる公演ですとはいえ多くの方はここ数十年の中国共産党統治下の中国にはうんざりしていることでしょう近いようで遠い国とそう感じていらっしゃる方も多いでしょうですからぜひ失われた真の中国を 悠久の文明が育んだ美しい芸術公演を劇場で生で体験されてみてはいかがでしょうか。厳しい鍛錬を重ね、一流のアーティストが与える力強いエネルギーを劇場で体験してみませんかぜひ概要欄から公演情報をチェックしてみてください。あなたのお近くの都市に1 0円芸術団がやってきます。 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相，绝对唔会放弃。我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋 Patron。我系 Zack，下次再同大家见面。